諸国薪は古代の日本において、兵部省により開発、管轄された牧場であり、主に群馬や貴族への組め、駅天馬などの供給源とされた。また、諸国薪から集められた馬牛を放し飼いにするため、金と薪と呼ばれる薪が九州や機内周辺に設置された。本校では、諸国薪と金と薪について記す。諸国薪。 金と木がいつ設置されたのかは定かではないが、アスカ時代の頃だと考えられている。諸国牧は、兵部省が所轄する牧で、演技式によると18カ国に、馬牧が24カ所、牛牧が12カ所、馬牛牧が3カ所の、計39の牧が設置され、毎年、各牧から、馬は5歳に達したものが、左右馬つかさに送られ、西海道諸国の牧からは、 財布に送られたこの諸国から蜜ぎのぼされた馬牛を放し飼いにするために、設けられたのが金と巻で、主に九州、近畿周辺に設置された。立領制下においては、各牧には、牧の責任者の牧長一名、文書事務にあたる牧長一名が置かれ、馬牛100頭ごとに牧子2名で飼育にあたり、国士が牧長イカを敷き、監督していた。 中央では、兵馬氏が、全国の牧と孔子の場巻を管理し、牧で乗馬に適するものは、軍団に送り裕福な兵士の家で飼育され、ダバは駅伝場として使用されるなど、国家によって、牙の供給管理を統制するための仕組みが作られていた。なお、牧長牧長牧子らが牧の経営にあたり、放牧中の馬を痩せさせたり、失ったり、あるいは、 母畜百頭に対して、九徳六十頭という規定の増産数に達しない場合は、罰せられ、規定以上に、駒、徳を増やすことができれば、褒美として、稲が与えられた。ありがとうございます。